小さい頃にバスを利用した際に運転手の方にとても優しく声をかけてもらい、その時に嬉しかったことをよく覚えていて、どんな方にも優しく接している姿に憧れを持ちました。現在は天神高速バスターミナルで乗車券窓口で乗車券を発券したり、フロアでお客様の対応をしたり、あとはバスのトランクに荷物を積んだり、あとは電話で忘れ物の問い合わせを受けたり、バスからの無線が来るまでその時に誘導したりは行ってます。もともとは人見知りなので、ちょっと話すのは苦手だったんですけど、こういう職業に就くことができたので、どんな方と接する時も人見知りすることはなくなって、とても楽しいというふうに感じるようになりました。仕事を通してお客様に喜んでいただけることが一番のやりがいかなというふうに思ってます。お疲れ様でした。